投手と野手の二刀流として活躍する大谷翔平選手。2017年にメジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスに移籍してからも投打にわたってチームに貢献しています。2023年の年俸は1年契約で43億円となっており、高年俸のプロ野球選手であれば豪華なものを購入しがちですが、大谷選手はお金をあまり使わないことで有名。そこで今回は大谷翔平の質素な生活エピソードをご紹介します。月々の生活費は1万円。2012年、ドラフト1位で北海道日本ハムファイターズに入団した際の大谷選手の年俸は1500万円。3年目に年俸1億円を突破すると、5年目で2億7000万円に到達しました。メジャー移籍後の1年目は25歳未満の外国出身の選手はアマチュアとみなされ、メジャー契約をしてはならないという労使協定によってアマチュア選手として登録。その後メジャー契約を結び、年俸は5500万円と日本ハム在籍時よりダウンとなったものの、メジャー5年目の2022年には年俸6億3000万円となります。まだ28歳と若く、一般人よりもはるかに収入を得ている大谷選手。高級車やブランド品など少し高価なものを身につけることも容易にできるはずですが、倹約家とも捉えられるほどほとんど生活費を使わないことで有名です。日本ハム時代、高卒選手は5年目までは寮生活が義務との決まりから寮生活を送っていた大谷選手。その際、栗山英樹監督から、二刀流をやろうとしていることを考えたら我慢しなくてはいけないことがいっぱいあるとの方針から、外出するときは栗山監督の許可が必要でした。ところが大谷選手は、制限されてもされなくても変わらないと思う、何したいとか特にないですし、いいのかなと思いますと話すほど外出に関しては無頓着。許可さえもらえば買い物に出かけたり、仲の良い選手たちと遊びに行くこともできたはずですが、寮長の話によると休みの日でもほとんど外出することはなかったそうです。それどころか大谷選手は野球選手としての収入を自分ではなく両親が全て管理、生活費として10万円を仕送りしてもらっていました。ファンからも人気で注目されているプロ野球選手の生活費としては圧倒的に少ない額のように思えますが、その10万円ですらほとんど使うことはなく、余った分を貯蓄していくと、その額はなんと200万円にまで到達。2014年12月、日本ハムの2軍本拠地である鎌ヶ谷で自主トレを行っていた時に、自身の私生活について問われると、特に欲しいものはないのでお金は貯まっていく一方ですね、私服は知り合いからもらったものが多いですし、外で食べてもおごっていただけることが多い、本当に使うところがないと話し、唯一多額を使っていたのは年に一度10万円のスーツを新調するときだけだったとのこと。ファッションについても特に気にすることはなく、あるときは母親の大きめの服を着て出かけたほど、自分が着ることができれば何でもいいというタイプなんでしょうね。しかしインタビューなどの TPO に合わせた私服は大谷選手の姉が選んでおり、肩幅や腕の長さなどサイズを定期的に報告しているそうです。プロ野球選手としての体づくりを第一に考えるほど野球中心の生活を常に意識しているがゆえに、オフに里帰りしたときは選手としての体調を犠牲にしてまでお酒を飲みたくないという理由から、友達と飲みに行くこともほとんどないという大谷選手。倹約している意識はなくとも、野球に対してのストイックさが日常生活に現れているとも言えます。海外の記者も驚く倹約ぶり。メジャー移籍した今でも大谷選手の出費はあまり変わらないようで、日本円にしておよそ1万3000円程度。海外からもその活躍ぶりが認められ、今ではスポンサー収入もメジャートップクラス。スーパースターの私生活を明かそうと海外の記者たちは24時間マークし続けた時もありました。ずっと追いかけていれば隙が出るかもしれないと思われていましたが、大谷選手はやはり別格。新型感染症の影響もあり、外出制限などあったものの、その日常生活は自宅にいることがほとんどで、外出するときは球場と自宅の行き帰りのみ。誕生日を迎えたときにはさすがにパーティーをするだろうと、多くの記者がスクープを取ろうと張り込んでいたそうですが、ゲームをして1日過ごすというあまりの倹約ぶりに、海外の記者たちは驚きを隠せなかったようです。移動手段はレンタカー。一流のプロ野球選手ともなれば高級車を所有し、チームの本拠地での試合であれば自分で運転して球場入りする選手がほとんど。また1台だけでなく複数台所有するプロ野球選手もいます。ところが大谷選手はメジャー移籍当時、高級車どころか運転免許も持っていない状態。入団した頃、ロサンゼルスエンゼルスが本拠地としている球場から
車で10分程度のアーバインという場所に住んでおり、移動するときは常に一緒に行動していた通訳の水原一平さんが運転するレンタカーで球場入り。さらにその車は韓国ヒュンダイのソナタだったことを知ったチームの関係者は、もっと大きく頑丈な車の方がいいのではないかと勧めたそうですが、大谷選手はこれを固くなに拒否。後部座席に座ると偉そうに見えるからとの理由から助手席にしか座りませんでした。チーム関係者は大谷選手の身に何か起こったらと気が気ではなかったでしょうね。また当初は車での出入りではなく自転車移動を打診したそうですが、安全性などの面からシーズン中はさすがに却下。ロサンゼルスは車なしでは生活できないと言われるほどの車社会として有名で、時間帯によっては大渋滞が発生することもしばしば。多数のメジャーリーガーが居住する高級街ではなく球場から近い場所を選択したのは、移動や渋滞に時間をかけず、より多くの時間を野球に費やせることを考慮したのかもしれません。そんな大谷選手ですが、メジャー2年目に故障が相次ぎ、左肘を手術した9月、術後で体が不自由だった時期に2日間ほどの勉強で仮免許をスピード取得。日本に帰国した時に受けたインタビューで、これまで免許を取得しなかったことについて聞かれると、時間がなかったから取らなかっただけと話し、免許はあった方がやっぱりいいものなので、僕は身分証明書とかないのであるだけでも便利、いちいちパスポートを持ち歩かなくてもいいので取れるなら取りたいと思っていました。今まではオフシーズンも練習があって教習所に行く時間もなく忙しかった、2日間だけ勉強してパッと行って一応仮免だけ取りましたと答えています。アメリカは日本と免許の取得方法が異なり、数ヶ月や数週間合宿やスクールに通う必要はなく、時間やお金もかかりません。筆記試験を予約受験し合格すると仮免許の取得が可能。仮免許取得後は免許をすでに持つ人が同乗すれば一般道での練習が可能だそうです。2日間の勉強で仮免許を取得したことにも驚きですが、その後の運転実技試験をなんと一発合格。野球以外に時間と手間をかけないというところはさすがですね。運転免許を取得した大谷選手が初めての愛車として選んだのはテスラモデル X。 これにはテスラの取締役である水野博道氏はグッドチョイス翔平と賛辞を送りました。休みの日には気分転換に愛車を運転し、近場へ買い物に出たりカフェを楽しむようになったそうですが、やはり自転車に乗ることの方が多いみたいですね。いかがでしたか？今回は大谷翔平の質素な生活エピソードをご紹介しました。倹約家というイメージがすっかり染みついている大谷選手ですが、決してお金を使いたくないわけではなく、野球が自分にとって何よりも大事で、ただ純粋に野球のことが好きで仕方ないのではと感じます。今回紹介したエピソードの他にも何か知っていることがありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。